はい、始まりました、えー。石原正光の遺体放題、昼夜、2018年3月の13日の問い瓶、えー、生から30分、いたさることにぎさびら、ということでですね、えー、始まりましたけれども、あれね、あのー、王女ギが悪いってないことなんだなと思ったのは、 あのあれだ、えー、森友問題さあえー、要するに財務省が出した、えー、文書が勝手に変えられてるっていう状況になってるわけです要するに,そうするに政府にとって都合が悪いところは削って内容を変えましたっていう話になってるんだ今あの国会に出したものが。じゃあ何でもあるじゃんって話じゃんそうだったらね自分たちの都合のいいように文書書いていいんだったら。 どんな不正もバレないよねって話になってくるじゃんすか、それ。で、それ財務省がやっても何の得もないんだけど、要するに、えあの、麻生のバカが、あの、あの、ボケがだ。いうことには、俺、俺知らないよ。勝手にやってる財務省がって言ってるわけよね。もう、笑うところじゃないの話じゃなくてさ。じゃあ何のためにやるのそれっていう、財務省は。お前らがそれ何とかしれって言ったから、 僕らは吐き換えもした以外の方法ない、ないじゃんだ。得しないよの,のことしちゃって。財務省は。得するのは、それによって、そのね安倍の友達だった、あの頃はね。安倍の友達だった、あの、加古池が得するからやれって書いたんでしょで、バレたら、俺ら知らないよ。財務省勝手にやりましたっていうのが通るかって話だよね。その通りですって思う人いるのかなって話。僕は知りません。勝手に帰れました、財務省が。 こんな王女際の悪い、悪い大臣見たことないよ、俺。今までに。というか世界にいないよ、こんなの。ひ <laughs> どすぎる。こんな、バカみたいな答弁してる人たちが、私立何十パーを持ってるということ自体が、もうおかしいし <laughs>、もう頭悪い以外の言い方がない。え、ね、え。それでもやめないって言っからね、この青そに関して言えば。<laughs> やめないってうことは、 えっと、あの、文書の、ええー、改ざんは、財務省勝手にやりました。俺知らないよって言ってるわけだからね。でも、財務省の監督責任あるのは、あんたでしょって話だし、別に仮にそ、麻生が何も知らないこととしても、責任免れないんだよ、本当はね。こんなことが起きても、要するに調べられてないんだから。本当だったら、そういうことを知らないで受けたら、処罰するのが当たり前だわけだよ、要するに、ね、そういう人間はね。 処分した上で、それを発見できなかった私も責任取りますって言ってやめるのが当たり前なのに、やめないと。責任はあいつら,らであると。言ってるわけだ。この人間はね、大事に失格だよ。大事に失格だっていうか、人の前に出るなって話だよ。<laughs> このこと言ってる人間だったら。どんな人間の上に立ってもダメだよ、こんなんじゃ。やめろ、この野郎。ってことでですね、石原また別の言いたい放題。スタート。 はい、始まりました。石原まずまずのヒデの方ですね。え、今回はですね、え、ゲストの方来てます。お願いします。はい、こんにちは。じゃにちは。どうも、しもじさん。はい、今、あい。ち来た。今、なんか、真央さんって言おうとしてど。うも、石川真央です。石川じゃねえ。今日は、高校合格発表。発表。うん。親戚受かりましたよ。受かった。受かったね。一人は。うん。一人は もう一人は2人いるんだけどもう一人,いう一人分かんねえ連絡が入ってこないあああれじゃないと突然行方不明だったんじゃないのそうなんそうなんとか <laughs> いやそれはないと思うけどうんどうん、ね子ども議会に参加した子どもたち何人か受けてるはずだけどねよ、うん、かったかな <laughs> まあまあ大体の人は通るだろうしそうじゃない人たちは来年頑張りましょうになるんじゃない 今日の本日以前に合格してやるから、うん、それはいいんだけどね <laughs>。基本つばれダメとかあるわけでしょ、大体。あるんあるんじゃない？ね、だから仮にあれでも何箇所があるうちの一個一個かかるんでしょ。うん、そうすればそんなにまで落ちないかなって気もするけどね。大丈夫でしょ。はいはい <laughs>、うんえー。メッセージ来てますね。ああ詩人ガズットさんですね。毎回ありがとうございます。 嵐を呼ぶ石原裕次郎よりも嵐を呼ぶ石原さんこんにちはって言ってですね <laughs> まあね冒頭からばかばか言ってるから,だからね連発してやめやろろって言うからもう <laughs> あのあれだね倫理的に年齢がというかあれだよだってそれ以外ないじゃんいう言葉結局隠せなくなったんでしょそうバレましたってことでしょ <laughs> <ー>バレだけど僕責任取らないよあ,これあれは勝手にやったんだよあいつらがって言ってるわけでしょ <laughs> ダメじゃん 三、ね、歳かったん、ね、あじでね。もうちょっと上だと思う。どこじゃないよ、これは、誰かやったんだよ、<laughs> でしょ。えー、ごはご飯をひっくり返しました。これ。あ、だったんでしょうって言ったら、うん、知らないおじさん来てやったんだよって、どうなんでしょう。まあ <laughs>、いくつだった話だよね、いや、聞いてる理屈は同じだよ、全く。選挙勝ちたいんでしょう。本当、はあ、くずだな。もう、本当にいいよ。だから。 人間権力落ちてダメなんだよ。うん、あ,んあんだけも七十もいくつも余った人間があの分別使って思ったらさ、年 <laughs>、うん、取るもんじゃないなと思う。あみんな何んな,なんだったらよ、本当に。<laughs> いや年だけども題じゃないと思う、ね。一時期は俺はあの阿のファンだったから余計に腹立つわけ。<laughs> なんでこいつと思って。<laughs> うん。ネットで結構褒めてる人多かったもんな。俺もそういうことやるやりもうんな堕落したんだけどただもう。 最初の時にやめなかったね。と思ってるぐらいのも。<laughs> 本当に嫌だよ。ああいうのうん。でもまだ勝つんじゃねえの。まあね。それでもいいと思っている人たちがいっぱいいるんだからね。いや分かってない奴らが多いんだよ。無関心が多いから適当に、うん。そうだね。嘘<そう> <laughs> じゃあ一旦攻めいきます。はい。はい 自由児郎よりも若い子知らないだろうな。あらそうよ 石三菱の痛い,い放題、えー、続けていかなびらね続けていきますで、ね、今回ね <laughs> これこれ「豊かさのたん誕生日」「誕生」「豊かさの誕生」っていうねこれ外国の方なんだけど翻訳したやつなんだけど、うん、これを最近買ったわけうん、うん、そしたらあの面白かったのね、うん、まだ全部売っないけど <laughs> <laughs> 長いんだよこれ字が細かいし、まあ、半分以上読んでるからいいだろうと思って持ってきたんだけど何かっていうと、うん、えっと人工はまあそうだけど <laughs> い今の社会というのはどうやってできたかっていう話なんだよね。で俺たちはその学校でその進歩士官の名がで,できたから、うん、要するに今から2,000年前の人と 1000<と>、うん、年前の人で比べると1000年前の人の方が2000年前の人の方が賢いと思ってるわけですよね<ー>基本的には、うん、だんだんじその人間はいろんな知識を蓄えていって、うん、だんだん豊かなったっていう意識を持ってるじゃん基本2000、はい、年前よりは1000年前の方が多分多分豊かじゃないのって思うじゃんあ<ー>、うん、あの順番にいけばよ逆じゃん <laughs>、うん、でも違うわけうん この,この本では、今のような豊かさができたのは、西立1820年だっていう。1820年。今から約200年前。はいはいはい。それ以前の1800年間は、ほぼ人間は進歩しない。そうなのつまり、少なくとも経済的にはよ。経済的には全く進歩しない間が、ほぼ1800年続いている。 なぜかっていう話だよね,それね人,人がないから人がないからというか <laughs> いその豊か,さ豊かになるシステムがないからという話だで、ね、<ー>自分たちが享受している豊かさは実はシステムですとうん、うん、例えば石油が出たとか天然ガスが出たとかそういうことじゃないってはい、はい、豊かさというのはシステムによって生まれるっていうことを言ってるわけですよね、うんで このシステムが出そのったのが1820年だっていうけど。<laughs> 1820年って何,何があったっけ ?1820 年ってな日本の江戸時代だね。<ー>文化、文世期ぐらいだね。<ー>で、イギリスでは産業革命が起きた、起きてから50年、60年が経ってる、ね。<ー>イギリスが世界を席巻し始めた時代が1820年なんだけど、うん、じゃあ、何が1820年に 確立したのかっていう話になってくるんですわねうん、うん、何ができたから今の豊かさが起きるのかっていうのがあるんだけど、はい、4つあるらしい4つうん1個、えー、私有財産権、まあ私有財産何でしょう私有財産とは,ののはそう自分の金 <laughs> 土地とか家とか、うん、俺の 動かかななくなってバイクとかそうで平たく言うと自分の財産を理由なく没収されない権利のことあ<ー>要するに俺が仮に100万200万のお金持ってても、うん、ある日急に「お前のお金しそうだから俺にくれ」って言って人に取られたら意味ないじゃんね <laughs> <ー>こんなこと稼いでたらまず働かないじゃんためでも取られるんだからまあねその 財産権を国が保障するようになったのが1820年。おうおうつまり、私有財産には簡単に手を触れてはいけないよっていう。決まりを国が約束したのが1820年のこと。はい。もう一個。もう一個。えー、科学の、科学、科学的合理的の確率。科学。科学。うん。要するに、ね、科学がないと、うん、発明とかができない。はいはいはい。合理的がないと、 迷信はだ破できない。うん<あ>。合意がなかったら宗教、ちょっと束縛から出られない。はいはい。ってことなんだよね。うんだから。特に西洋において顕著だよ。要に、キリスト教が世界を支配してたわけ。うん。約1600年ぐらい。<laughs> キリスト教は世界、あの、ああ王州の世界を支配してたわけ。すごいな。うん。で、あの、一番有名なのあるじゃん。あの、ガリレオのあるじゃん。うん。えー、地動説。ああ。 えー、要するに、太陽の周りを地球が、地球が回っている。地球とか火星とか木星とかが回っているっていうのが、<laughs> のだけど、うん、それは教会の教えに反してるから、ダメだって言われて、うん、で、優等にしたいと、お前五文化で火破りするぞって言われて、<laughs> じゃあ今のなしでっていう、<laughs> なったのが、うん、ガリレオの裁判なんだよね。うん、で、あれは、科学じゃないわけ。うん、要するにガ、ガリレオが言ったことに対して、えー、私は、 これこれこういうデータに基づいて地球こそが多様な場に回ってるっていうことを言ったんだけど、ガリレオは。うん、教会はそん,そんなこと言ったらダメだと。<laughs> なぜなら聖書にはそう書いてないからだ。お前は間違ってるっていう意味で、科学じゃないわけ実は。うん、科学じゃなくて、そればの考えやそうなってるから、お前そんなこと言うな。<ー>言ったら殺すっていう。な。ことがあったわけ。それは16世紀の話だよ。<ー> <laughs> 言ったけど。 今か,ら今から400年ぐらい前の話よそんな昔じゃない。このだったら、科学は進歩しないわけよ、当たり前の話って。<laughs> だって、浮かずにそんなのか書いて、発表したら捕まるんだもん、って。<laughs> お前は紙を暴露するのかって言われて捕まるんだ、ね、ああだから、この宗教からの影響を抜けるためには、科学的な知見と、うん、あと合理的,的がちゃんと成立した上に、守、うん、られる必要があるわけね。はいはい そういうこと言っても使われないってことね。<laughs> それがちゃんとできたのが1820年。<ー>3つ目。三つ目。えー、新製品の開発や制度に対し,対して、幅広く誰もが投資できるような近代的資本主義の成立。<ー>要するに、お金を調達できる。マんノ、う、リ、ん、えー、まさが何かアイデアを見つけた。うん、はい、見つけた。うん。だけどお金がない。はい、ね、ない。このアイデアを、 無駄化するためにお金が必要だから、うん、お金貸してくださいっていうシステムがセールしたその時にねああああ基本は銀行だよねなるほど、ね、銀行とか投資家が、うん、じゃあそんなアイデアがあるのだったら俺らお金出すよで決が儲かったら分け前くださいっていうシステムができたああこれ以前,以前なかったわけよこれ簡単に言うと特許だなそう、うん、以前はこれがなくてあのー、要するに どううしてないていーーないいいかかと財産がら <laughs> ああ銀行もないし要するにお金を持っててもそれはあの自分ちに隠してたわけよ取られないように <laughs> だから人にお金貸すなんてのはお金なんてなかったわけ貸しても返ってくるまずああ保,証保証もないし返ってこなかった場合に訴える場所がないわけよね要するにそれを扱ってくれないからそしたらお金はちょっとずけないわけお金はあるけど、うん 埋まってだだけ,だわけですそのに自分が使うだけで投資はされない <laughs> そうすると金持ちがアイデアを持ってないけど金持ちじゃない人がアイデアを持っててもどうしようもないわけよ使いな何もお金,お金が取ってわけじゃないから発展につながらうなそうつながらない <laughs> だらこのことが保証された逆に <laughs>、はい、銀行とかできて投資ができるようになって、うん、で一番大きいのはお金を返せなくても捕まらないシステムができたうん、うん 要するに、えっと、酒は別だよ。先じゃなくて、まっとうな商売して、失敗しました。失敗しました。何億円支え出しました。じゃあ今度捕まらなかったら捕まらないじゃん、基本的には。うん。それは失敗だから、商売の。はいはい。昔は捕まったわけ。ダメだったのそう。人からお金集めて商売をしました。失敗しました。金返せ。ないです。じゃあお前は牢獄に入れるっていう。牢獄にぶち込まれた上に全部払うまでは出れないっていう。 あ、きついなそう。あの、債務者朗報ってなあったわけよ。今から、150年くらい前までは、朗報があって、うん、<laughs> 全部払うまでは、朗報が出られないっていうシステムがあったわけわあきつい。そう。あったんだけど、これだったら、商売する人いないじゃんね。<laughs> だって、商売は、やって成功してないけど、失敗するリスクが高いんだから、うん、仮に失敗して自分の財産がなくなるのは、前だろうと。うん、なくなった上に捕まったら、嫌じゃん。<laughs> 確かに、ね、しょうがないじゃん俺ちゃんと頑張ったけど、ね、無理だったんだからだけどいやだめだ全部払うまでお前廊下に入れって言われたら誰も<ー>商売やらないよねそのねあ<ー>まりにもリスクが高いもうもうもう勇気ある人はそうそう勇気ある人がやるかもう逃げる準備ができてるかしかないようなうんそれがなくなった<ー>、えー、投資したあなたたちも悪いです、うん、払えなかったものに関しては <laughs> で刑罰を科すことはされませんってなってきたのが、うん 1820年。はいはい。三つ目。四つ目。四つ目。えー、大切な情報を素早くやり取りできる通信手段と、人や物を迅速に運べる輸送手段。うん。うん。要するに、マソネが何か作った。作りました。素晴らしい商品ができた。できました。100個作った。うん。らんどきない。うん。でも、沖縄市から一歩出ると、そこは山賊がいっぱいいて、うん、持っていけない。はい,はい。ただ意味がないよう、ね、な。 もうあの、来てもらう。うん、来てもらうけど、<laughs> 来てもらう人たちも山賊で、あおくのじゃない。<laughs> その自主防衛でお願いしますで,でやると、たくさんものを作っても売れないんだよ。<ー>そういうのを自分の住んでところしか売れない。他に持っていくと大変だ。あはいはいまあ、もちろんあれだよ、自分たちの商品をご創船団見たとき時に、洋怪、うん、を雇って、暴行したら売れるけど、<laughs> 値段が上がるじゃん。こういつらに払う時には金。 昔の中国みたいだな。そう。うん。こう人にお金払って輸送したら、こうに払うお金がまずかかるでしょ。<laughs> そしたら商品の段々が上がるじゃんね。おったらせっかく安く作られても、持ってたタコがあったらほうん。もう買わないでくしたら高いからっていう <laughs> ああ<ー>。で、これもずっと新しい。あのー、今のように世界があんな,あんなになったのは、ここ150年ぐらいの話であって、うん、それ以前はアメリカでも。 もう一歩街を出たらすぐ強盗っていう世界があってしかも道が悪かった道がすんごい悪くて馬車が9回横転したっていうのね馬車で街を出て次の街に行く前に馬車が9回低かったっていうガーガーンって道が悪すぎてっていうのがアメリカでもアメリカでもそうだったわけ今性の業ではいくらいいものを作っても大ヒットしないわけですよ アマゾン使おう。そう、ヒットしようがないから。<laughs> ア,アマゾンがないから。<laughs> そうアマゾンもないし、い仮にアマゾンがあったとしても、アマゾンの人が大変なことある、ね、<laughs> 持って行くとかに、族がいるわけだから、あちこちに。<laughs> ね<ー>で、この四つが、ないと、うん、この国は豊かにならないわけ。<laughs> なるほどね。そう、これが、こうだから、要するに、こういうのができてなかったら、銀行を作っても、 水路活電所を作っても鉄道を作っても、うん、発展しないんだよそりゃだって鉄道を作ったところで盗賊がいっぱいいたら <laughs> 走れんもんにしちゃうそもそもでこの4つがちゃんと成立してる国でのみ<ー>社会は発展する日本は発展してるそうだここの4つがとりあえず日本にはあるわけさね<ー>まず私有財産性はあるじゃん 自分たちのお金は発展取られないから誰にもね、はい、先にも合わんかにりは、うん、でもちろん科学合理主義は発展してる今でも世界的にはトップ,プラスによるあるわけだな、うん、で資本主義もちゃんと成立してる、はいうん、お金が欲しければその証券ね投資家をそのってお金も集めてできる、うん、4つ目、えー、どこ通っても基本安全に通れる、うん、だからだから日本は発展してるってことなんだね、うん 逆に、共産権、うん、北朝鮮なんかがどう,しう発展しないかというと、一 <laughs> がない要求。ああ、こういう私有財産を認めたくない。そうなのあの国。要するに、えーっと、自分にいかにお金があっても、それ誰、それ急にあの、要するにお前役にささかたかという理由で、募集されることがある。<laughs> きついな。うん。法律で守られてないから、うん、要するに、 えっと、理由なんかいらないわけですよね。お前家でないからって理由でボスされるわけですよね。そうなってくると、<laughs> 自分のお金を守るのは精一杯で、これを使ってより儲けようということはできないわけだよ。うん。だから発展しない。なるほど。そう。財産、財産があっても、それは保護されてないから発展しない。保護されている間はいいけど、要するに少いても、政権に背いたらもうダメだから。うん。お金は動かない。 日本に生まれてよかったねそうだからこの4つがない世界では <laughs>、うん、たとえ立派な橋があっても立派な建物があっても資源があってもそれを生かすことはできないからみんな貧しいって話になる, <laughs> 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 なるわけイスラム世界なんかは逆にその、えー、科学的合理的がない宗教が科学を超えてるからああそっかイスラム世界では 宗教にするようなな科学の考え方はつあの採用されないダメなんだ特にアフガニスタンとかそういうそのイスラム教が強いところはねうそういったらその発明ができない社会も変えられないからずっと貧しいっていうことになるああ、うん、<laughs> だそうな、はい、なるほど、うん、でこれが全部揃ったのが、うん、およそ200年前のイギリスってことなんだよね うん、イギリスでこのつ4つが初めて揃って、えー、発展が始まった、うん、以来ずっと発展し続けて止まってないってことだね200年間それ以前には発展するってことはあったけども止まったんだよ結局であどっかでっどっかで止まった<ー>要するにあのギリシャとかローマは一時的に発展したことがあるけどもこの4つのうちの何かが変えることによって止まるわけ発展がうん、うん、であとはずっと停滞し続けるっていうことが 何百年だだねから世界の歴史というのはずっと進歩してるんじゃなくて昔は発展した止まり発展した止まりだったんですずっと上<ー>っていか,いかなかったちょっと上がって朝上がるも今は、うん、この4つの、えー、インフラが出ることによって1820年からは一貫して社会は豊かになってずっと上がり続けてるってことだねおいい,いいじゃんうん そうい豊かさいう、うん、でも逆に言うとこれなくなったら貧しくなるよって話。今でもよ当然よ。でじゃさっきも言ったけど要するにこれによってあの例えば法,律の,法の下での平等とか、うん、さっき言った私有財産制とかが。 そこのらどうなるか、日本においてね。うん。要するに国で逆らった人間からは財産取りますみたいなことがもしなったら、日本はまた貧しくなるよって話だけどさねあ<ー>。ああ。投資がと止まっちゃうから。<laughs> で、現状ではそれに近づいてるよって話だけどさ。そうなのだって政府がこんなこと言ってるんだもん、そもそも。 こうせだるべき政府が法をまけてるんだからよそもそもまあまあねこんなことが始まると国はす議もできないからお金預け,、うん、預けないんだよこうってなったら、うん、お金はただ単に全部人人自分の家に貯まっていくの一方で回らなくなるんですよね結局ねああ<ー>そうったら客としては貧しくなるっていう話なんだよねはいはいそういうことでした この時期にはすごい、あの、目から鱗だったから。<ー>からこの4つを手放さないようにしないと、はい、あと10年、二0年したら、左貧乏てなってなんだかなっていうことになるよって話。でも、あと20年だったらもう60代だから別にいいかな。<laughs> だから、<laughs> 頭悪いと、うん、どこまでも損だよって話はどうするね。<laughs> 自分が頭悪いこともわからんし、うん、どうしてマウことになったかわからん人間がいっぱい出てきたら、はい、油高さになんかなくなるよって話なんだ、はい、<laughs> 簡単に言うとね。 うんはい、今週も <laughs> あ,りい、はい、ありがとうございました。はい、えー、そろそろ終わりだね。はい。また来週、違うネタでやります。はい。皆さんさようなら。